みそもちゃ。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はちょっとですね、出かけてたので、え、アップが遅くなっちゃってると思うんですけども、でもってですね、えー、いつも通りのですね、尺にすると、まあ、編集とかも時間かかってですね、もっと遅くなっちゃうので、今日はコンパクトに行きたいと思いますね、なるべくね。ということで、ドジャース情報からやっていきたいと思いますけども、まず、OC レジスターの方ですね、えー、ちょっと、ケガニの状況なんかも出てきておりまして、グラテロルですが、 えー、腕の痛みのために、投球をね、中断ということで、まあまたですね、いつ復帰になるかっていうのが分かんなくなってきちゃったという状況にはなりました。で本当であれば、最速で5月のですね、18日とかで、まあ5月下旬ぐらいに戻ってくるかなとは言われてたんですけどもね、順調に行けばね、 で、この前もマウンドから投げ始めたみたいなことも出てたわけですが、ちょっと中断となったので、またしばらく遅くなってしまうような形にはなったというところですね。なんで、リリーフのね、エースの部分ですけども、彼なんかはね、そこがまた復帰が遅くなるという形にはなりましたので、残念だしね。個人的には好きな選手なので、早く戻ってきてね、見たいんですけどもね、試合で投げてるところをね。ただ、今回もまたね、いつになるかわからないという状況になってしまいましたよということですね。 で、あとはですね、トライネンが、まあ、この前、復帰登板というか、リハビリ登板ね、えー、1回目を投げたんですけども、ちょっとね、三振取ってから、三連打かな、三安打されてみたいなことで、あんまりよろしくなかったと。ただそこはですね、えー、ま、コーチですね、アルバカーキのコーチの影響ではないかということでね、まあ、ローバーツ監督としては言っているということなので、あのー、やはりね、高い部分だと弾が飛ぶとかっていうのはあるわけですよね。 標高が高いとね。だからそういう影響も受けたんじゃないかということも言われているというところですね。そして、ビューラーのですね、リハビリ登板、5回目ですかね、のリハビリ登板ですけども、7アンダー,、えー、2ホームランですかね、と、2フォアボールで5失点ということで、実績は3みたいですけどもね。で、86球は投げたんですけども、 4イニングしか投げられなかったということになりまして、まあ、数自体はね、前回とか予定されているぐらいにはいったんですけども、イニング数的には4で終わってしまったというところにはなりますね。だからまあ、これで完璧だろうっていう状況のね、結果ではないですけども、まあ、これをどう判断して、次どうするかですね。メジャーに戻すのか、もう一回やるのかですね。ただ、ナックもいい感じで投げてるからね。 悩ましいところであるけども、ただ長期的に見たらね、ビューラーが戻ってきてっていう方が優先されるでしょうからね。だからまあ今回のでも戻すのかわかりませんけどもね。ただ、玉数はいったという感じにはなりましたので、そこは収穫なのかもしれませんけどもね。ちょっとまあ、完全だなっていうね、もう OK だなっていう感覚ではないのかもしれないというところですね。そしてアスレチックの方のドジャース情報になりますけども、ラックスのね、記事が出ておりまして、まあね、 打つぞっていうことで、今日は打ちましたけどもね、見事にね。えー、よかったなぁと思いましたけども、まぁ、あ、ちょっとね、打たないなぁっていうことで言われていて、まあでも150打席ぐらいはちょっと見たいよということも出ていたんで、まだね、チャンスはあるのかなっていう話でしたけども、あの、彼のホーム自体がですね、左足ですね、軸足にね、体重が乗っかって、で、右足がこう前について、地面に突き刺して、 体重移動していってですね、怪我したその右膝ですかね、そっちに力が結構加わるようなね、え、打撃フォームではあると。下半身がですね、重要になってくるフォームだということなので、まあ、ボールの見え方とかスイング自体は悪くないんだけども、結局そこの多分右膝の部分がですね、ちょっと抜けちゃううん、まだあの、怖いというか、 そういうのがあるので、ちょっとね、力として抜けちゃうというか抜いちゃうというか、えー、体がね、勝手にっていう状況が結構起こっているということなので、まあ、外半分ぐらいがなかなかうまく打てないというかね、そういうこう状況でもあるみたいなんですよね。じゃあそれをこう、どんどんやっていくことによってね、えー、大丈夫だっていう感じにもなってくるでしょうし、まあ、ドジャースとしてもそれがね、しっかりとなれば打つっていう確信があるから使っているということであるので、 だからまだね、150打席ぐらいは見たいということではあるわけですけどもね。まあやっぱり膝の影響っていうのはバッティングの方にちょっとね出ていて、まあ健康ではあるわけですよね。問題ないんだけども、やっぱり怪我したことある方だったらわかると思うんだけども、ね、今までより完全になっていんでしょうね、全然大丈夫だって状況でもやっぱ怖いわけじゃないですか。いやそこがやっぱりね、えー、脳みそがこう反応してというかね。 勝手に抜けちゃっていく近いを逃がしちゃってるっていうこともあるのかなと思うので、それがもう大丈夫だって、もう脳みそ的にもですね、意識的にというか無意識の中でも大丈夫だっていう感じになってくれば戻ってくるのかもしれませんけどもね、今その最中なのかなと思いますが、まあこれからまた上がっていくことを期待されてますからね、まあしっかりとね、えー、戻ってくるといいなと思いますけどもね。で、ドジャースはそれをまあ信じてるし、確信してるしっていうところだと思うのでね、まあ今後に期待というところでしょうけどもね、まあ今日は良かったのかなと思いますね、でもね、大事 なところでも出ましたしたねっていう感じのラックスですねということで、こっからですね、ドジャース試合内容に行きたいと思いますけども、今日もナショナルズ戦ですね、2戦目ですけども、11対2でね、対象ということになりまして、えー、非常にね、良かったかなと思いますね。20アンダー11得点ということで、まあ良かったですね。本当にね、すごかったというか、まあね、そんなに取っていいのか、みたいなね、明日に残しといてくれっていう感じは思いますけども、まあそれは冗談ですけども、でもまあいいですよね。 やはり、まあ、この前の一回ね、えー、勝ったことによって流れが変わったかな、なんて思いますのでね、昨日今日といい感じで勝てたかなと思いますね。ということで、えー、今日の大谷翔平は6打数の3安打、2打点、2得点で1三振ということで、えー、2ベース3本ですよね。いやー、素晴らしいですね。で、打点もタイムリーもね、2回出ましたしね。いや、これも素晴らしいことであるかなと思いますのでね、良かったなと思いますけどもね。 ということで、その得点圏っていうところも、まあやはりね、えー、どんどん上がっていくのかなとは思いますからね、収束していってるかなとは思うんですけどもね。っていう感じで、えー、今日もね、素晴らしいね、打撃だったかなと思いますしね。あのー、ハードヒットが、まあ6打席で、三振した一つを除けば、まあアンダーになった3つと、で、あと2つもハードヒットだとは思うので、6分の5ハードヒットっていうことですね。で、あの、ダブルプレイかな、になったのと、センターフライ、 えー、インコースカッターですかね。あれもね、難しい球だけど、うまく打ったなと思ったんだけど、若干やっぱり詰まってんのかなっていう感じだと思うんですけども、あの打球個人的にはね、好きだったかなというかね、ヒットにはなんなかったんですけども、いい感じで打ったかなとは思ったんですけどもね。だから今日ホームラン手前みたいなのも2本ありましたしね。あのー、変直のやつとね。なんでしょうね。彼が打って自分でまあ、捉えに行こうとして、で、バットに当たって、 どういう打球が飛んでいくかっていう話ですけども、なんとなく彼が思い描いて振りに行ってるのの結果というか打球出た打球が自分の感覚とまあまあ合ってきてるのかなっていう現状ですかね。完全にまあ一致してるとは言わないけども、ただそれなりに自分の感覚と打った感じと飛んだ打球が一致してきてるような気がするっていうのはなんとなく見てて思うかなと思いますね。だからまあ以前だったら 捉えたかなみたいな感じで、えー、普通のフライになっちゃってるとかあったわけですけども、今日もまあもうちょいではありますけどもね、ホームランになりそうなのもあったし、あれもホームランにできてるのかもしれませんけども、ただそこまで飛んでるということは、それなりに感覚としては自分が思ってるのと合ってきてるかもしれないなというふうには思いましたね。 っていう感じで、えー、でもまあ調子もね、かなりいいしね。まあデータ上も、まあ前もね、見せたグラフなんかももう現状全部ほぼ右に触れちゃってるような感じになってますので、いや、素晴らしいですよね。っていう感じで、えー、今日の試合内容やっていきたいと思いますけども。一回もですね、えー、今日は相手ピッチャーアービンと、まあ前回ちょっとやられましたけどもね、ワ、え、ン、ー、アウトから翔平がセンターのツーベース、フリーマンがレフトフライ、 2アウト二塁となりまして、スミスのセンターへのヒットで1対0。ドジャースが先制。マンシーがフォアボールで出まして、1、2塁となりましたけども、テオヘルは三振と。そして1回はピッチャーナック。エイブラムスがショートフライ。ウィンカーを三振となりまして、ツアウトとなってからですね、えー、メネセス、ガルシア連続アンダでですね、ツアウト1、3塁と。ピンチを招きましたけども、ギャロを三振でしのぐと。そして2回表、ワンアウトからラックスがレフトへのヒット。 パヘスがライトのツーベースで、ワンアウト二三塁となりまして、ベッツのセンターへのヒットで二人帰ってきまして、3対0。翔平はですね、ハードヒットのいい打球でしたけども、まあ、打球が早かったのもあってダブルプレイということでね。ただ、この回2点を追加。そして、2回裏ですね、アダムスがショートライナー、ロサリオがライトフライで、ツーアウトからですね、センゼルにホームランを打たれまして、3対1。ここからフォアボール、デッドボール、フォアボール、フォアボールとなりまして、 えー、押し出しで3対2と。で、さらに2アウト満塁のピンチでしたけども、ガルシアがセカンドゴロフォースアウトで。まあ、この後のですね、大量点というのはしのいだと。で、3回もですね、1アウトからスミスセンターへのツーベース。マンシーがライトへのヒットで4対2。テウィルがセンターへのツーベースとなりまして、1アウト2、3塁で、さらに追加点のチャンスでしたけども、アウトマン、ラックスが打ち取られまして、えー、その後の、ね、追加点はならず。 そして3回裏は三者凡退。そして4回表1アウトからベッツがセンターへのヒットも、翔平がセンターフライと。まあこれもあと少しってやつですね。で、フリーマンがライトフライ。で、4回裏が三者凡退。そして5回表スミスがセカンドへのヒット。マンシーがライトのツーベースでノーアウト2、3塁となりまして、トオヘルは三振。アウトマンキャッチャーフライトとなって、ツーアウトとなったんですけども、ここでラックスがライトへのヒットで2人帰ってきまして6対2と。 で、ピッチャーがローにチェンジ。パヘスショートゴローとなりましたけども、この回2点追加で4点差。そして5回裏3者凡退。で、6回表ベッツ、えー、ライトフライ。翔平が三振、フリーマン三振と3者凡退。で、6回裏もですね、3者凡退と。そして7回表ピッチャーフローロ。スミスがレフトへのヒットで先頭出ましたけども、後続3人で抑えられまして。7回裏ピッチャーブレジャーで3者凡退。そして8回表ピッチャーレイニー。 ワンナウトからパヘスがホームラン第2号が出まして7対2と。ベッツがセンターへのツーベース。ワイルドピッチでワンナウト3塁となりまして、翔平がライトへのツーベースで8対2。フリーマンフォアボール、スミス三振。マンシーがフォアボールでツーアウト満塁となりましたけども、テオヘルがセンターフライト。そして8回裏ピッチャーヤーブローで三者凡退。そて9回表、ツーアウトからパヘスがレフトへのヒット。ベッツがセンターへのヒットで1、3塁となりまして、昌平が左中間ツーベースで対と。 フリーマンのセンターへのヒットで翔平も帰ってきて11対2。スミスがサードゴロとなりましたけども3点を追加しまして、9回裏三者凡退で抑えて11対2で勝利という今日の試合になっております。ということでですね、えー、まあ今日の翔平の話は先ほどももうやったのでね、えー、素晴らしい限りですよね。えー、今打率3割7分1厘。OPS1.128 ということでね。 えー、昨日も話したけども、昨日の時点でも6冠ということで話しましたけどもね、今日も打率も上がってんじゃないかなと思うわけですよね。5割ですからね、今日6の3だからね。だから上昇はしてますしね。全部ツーベースなんで長打もね、えー、増えてますしね。いやー、すごいね、ということで。まあ先ほど言った通り、本当に、まあ本人が打った感覚と、打った感覚っていうか、まあ捉えられるって思って振りに行って、バットに当たった感じと打球が出ている感じが、 一致し始めてるので、おそらく。だから、ホームランも結構出てくる可能性があるかなと、たくさんね。うん、量産、もっと量産っていう感じにはなってくる可能性は、まあ、この4月下旬から、まあ、5月に向けてっていうのはあるのかなと思いますけどもね。まあ、ずっとこの状態で行くかっていうと、またね、違いますし、波が来るんですけども、まあ、なるべくいい状態続けたいなっていう感じですよね。いや、本当に今、すごい感じですからね。 ま、明日も期待というところでしょうかね。で、あとはま、打つ方はもう今日11得点で20アンダーなんでね。まあ、誰をどう言えばいいかみたいな話ですけども。ベッツが4アンダーだしね。翔平が3アンダーだし。で、フリーマンはま、1アンダーですけども、スミスが4アンダーでしょ。エマンシーも2アンダー。テオヘルがちょっと1アンダーですけども。で、アウトマンが無アンダー。 ただ、ラックスが2安打2打点ということで、あのね、大事なところというか、まあもう8、9とね、追加点は余裕だったから、まあさらに追加したみたいなところですけども、えー、4対2の状態からの6対2っていうところの2点ですからね。あれ、まあチャンスで凡退しちゃって、でラックスに回ってきて、頼むぞって感じだったわけですけども、あれで1本出たのと出ないのとでは、まあ試合の流れとしては違ってくるかなと思うので、まあ余裕で今日勝てたけども、 あの2点がありつつもって感じだと思うんでね、流れがまああれで来たのかなとさらにね、思いますから、大事なところでの2点だったかなと思いますよね。そんでもって期待のパフェスがいいですね。えー、5打数の3安打の、えー、1ホームランで2ベースも出てっていうことでね、打率も2割5分9輪のね、OPS903。まあこれもね、打数とかが少ないからあれですけども、いい感じで上がってきてんなと思いますけどもね。うん、まあよろしいですよね。 でもって、えー、今日はナックが6イニング3安打2失点ということで、3フォアボール5奪三振で、一、えー、1ホームランで、デッドボールが1個かな、っていう感じだったと思いますけどもね。まあ、よくあんな感じで、そのね、連続フォアボールとか、ま、いろいろあったけども、えー、ここまで投げたというかね、6回までいけたな、っていう感じはありますよね。まあ、素晴らしかったかなと思いますし、ただ前回って確か変化球がいい感じだったような気がするけども、今日は変化球、まあ、ま、 いいとこ決まってるのもあったけども、もちろん変化球が全然ダメだったら打ち取れてないわけですけども、まあホームランはね、えー、ストレート行かれたんでしたっけただあれ低めに要求して低めに投げて、ね、構えたとこ行って打たれてんだけども、なんか低めに構えんだけど高めに行くっていう時があるんですよね。それ空振り取っていい感じでね、取れてるんですよ。 だからあれはね、低めを要求してんだけど高めに行っちゃってんのか、まあ今もうわかんないですよね。いろいろと。まあ低め構えてるけど実際は高め要求なのかもしれないっていうのもあるから、まあちょっとわかんないんですけども、でも高めの球は結構有効ではやっぱりあったのかなと思いますけどもね。まあ前回はどちらかというとまっすぐというよりかは変化球が、 聞いていてっていう感じで打ち取ってきたかなと思ったんですけど、今日は逆になったのかなとも思ったと。ちょっと感じる部分であったけどもね。まあ、変化球もまあそれなりに投げてんだけども、まあちょっとボール球も多かったかななんていうのは思いましたよね。でもその中でもね、やっぱ点取られた後、なんか大崩れしないというかね、前回もそんな感じだったと思いますけども、その後しっかりと、えー、三者凡退とかで抑えていくんだよね。不思議とね。 だからその辺のね、力っていうのはあるのかなと思いますし、急速は92マイルなんですよね、平均。前回もそんな感じだったけども、まっすぐで空振り取れるしね。まあ、スピン量が多分平均よりは高いっていうのはあると思いますしね。まあ、投げてる角度がいいっていうのもあるのかもしれませんけども、まあね、あのまっすぐも高めに放ってさえいれば、それなりに有効なのかもしれないなとも思ったし、で変化球がもともといいはいいと思うので、それもね、しっかりとコントロールできていれば、 なかなか点も取られなくなってくる可能性もあるんじゃないかなと思いますよね。ということでちょっと請求が乱れた部分はあったんですけども、6回で3安打許しただけで、で2失点ということでね、いいピッチングだったかなと思いますね。で、その後リリーフは無安打でね、サイニングを抑えてますのでね、こちらも今日も良かったかなと思いますね。 ということで、えー、今日はこんな感じでね、ドジャース情報終わりたいと思いますけども、明日山本よしのが登板ということにはなりますからね、えー、期待したいなというふうには思いますしね。いやー、頼むぞということでね、明日、まあ彼が投げてる試合なかなかね、えー、例えばいいピッチング、それなりなピッチングしてでも勝ってない状況でもあるっていう話なので、まあ彼に勝ちがつくのもベストですけども、チームが勝つっていうところもベストかなと思うのでね、明日勝ちたいなと。 で、相手がマッケンジー・ゴアなんでね、ちょっと厄介かもしれませんけどもね、頑張ってもらいたいなと思いますね。ええ、そしてヤンキースですけども、えー、今日もね、勝利しまして、えー、アスレチックス戦ではありますけども、今日もね、3対7で勝ったということになりました。で、ジャッジに4号ホームランと、あとは外にもですね、ホームランが出ているという形にはなりましたね。いや、ジャッジもあの、 ボークで打ち直しホームランなんで、まあ、なんかラッキーだったかなと思いますね。で、しかもまっすぐ97マイルとか打ってるんで、えー、今までちょっとまっすぐ打ててないという話だったから、なんとなくね、えー、いいのかなと思いますね、今日ね。まあ、完全にいいかっていうとそうではないんですけども、ただホームラン出たっていうのはでかいかなと思いますね。で、外が第6号ホームランが出ていて、えー、シュミットが5.1イニング。で、ちょっとホームラン打たれちゃったんでね、えー、3失点という感じにはなりましたけどもね。 ま、その後は、ウビーバーとハミルトンが行ってくれて、無安打で抑えて勝ったという感じでね。で、今日は7点取れましたので、それなりにまあ余裕があったというか、うん、そんな感じではあるのかなと思いますけどもね。ということで、まあジャッジにホームランが出たし、ボボルピが2安打1打点と。で、外が1安打2打点という感じでね。あとはリゾもホームラン出たかな。うん、3号ホームランが出ておりますのでね。 まあリズムなかなかね、えー、ちょっとあれですけども、上がっていってもらえたらなと思いますけどもね。で、トーレスがまぁ一番ちょっとよろしくないのかなーなんていうふうには思いますけどもね。まあ、彼も FMI のシーズンなので頑張らないとなっていう感じあると思うのでね、えー、こっから上げていってもらいたいなと思いますね。っていう感じで今日はちょっと短いかもしれませんけども、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。で、おりまーす。